はいどうも、週末アウトドア家族です。今回は久しぶりに、案件をいただきましてありがとうございます。で、商品がサムネイルにもある通りこちらなんですけど、じゃん、 FRJ さん、富士ライトジャパンさんからちょっとご提供いただいたんですけど、まあ、これが何かっていうと、僕ら車中泊何回か行かせてもらってるんですけど、その時に靴の置き場いつも下にそうそうぐちゃぐちゃなって、ちなみになんですけど、いつも僕らはこっちから乗り込むねんな。そっちにチャイルドシートがあるから、でこっちから乗り込ん で車中泊、まあ、何々するんですけど、ここにもとりあえず荷物があるからこんな綺麗な状態ではない。で荷物もあってここにブイーン置いたり、ここになまとめて置いたりで、降りるとき靴どこやってなることが多々あった。でこの靴をどうしようかなってなったときに、シューズボックスなんかここに つけたりなんか DIY でとか、まあ、考えとってんけど、まあ、そういうものがあるということをちょっと教えてもらって、ご提供を受けることになりました。まあ、ちょうど探しとったんで、で一応こっちにつけようかこっちにつけようかちょっと迷ったんですけど、今はこっちちょっとこれなんていうか何でもボックスみたいなのついとってちょっとあれなんで、そっちで一回つけてみてどんなもんか見てみたいと思います。でこの届いた袋もかっこよかったね、この FRJ、でこれも結構新商品らしくて、おかっこよくない？うん、おおしか言ってない。まあまあまだ何も知らないんで、いいやすごい。ほんでな、この上のカバーがないのが結構あるんよ。ああ丸見え。ほんで俺普段さクロックスで車乗るようにしてんねんけど、後ろにいつも靴積んでるんですけど、それをここに直しとけることもできるかなとか思ったり。かっこいいね。この防水生地というか後ろこの、うんうんうん、いい感じ。なんか匂いシャットダウンしてくれそう。ほんまやな。だこのカバーがあることによってやっぱり。ママのちょっと靴が臭いんで。うん、いいね。いいや、それどうやってつけるの？このあれ？ああね。ちょっと説明書とかは何も入ってなかったんですけど、多分もうそのまんまやね、うん、つけてみる、うん、じゃあここにこれ入れんじゃないの、入る、入らんか、あ、ここなんか引っ掛けんじゃん、S 字、ああ、ハンガー、ハンガーあるじゃん、ハンガーちょっと後でやってみる、あ、今あるか、今そこあるわ、いってね、それでも入んの、うん、あ、そうやそうやそうや、そこじゃなくても、あ、そうそうそう、で、これちょっと曲がらんやつやけど、あの回るやつやったら、こう立ててる、そういうことね、いろんな付け方ができる的な、うん、この穴はどこやねん、それなんなんやろ、あ、そうやな、あれや、こことここをあれつけたら結束バンド的なんで、またここでもピシッと止める、うん、がっちり止めれる的な、こっち開けへんと思う、そうやな、うん、前回あのデイキャンプでママをおもてなしてからママちょっとずっと機嫌いいんで次何のおもてなししようかちょっと考えてるんですけど、もう家に帰ってきたただいまからちょっと違うんで、世の中の旦那様ちょっとやってみてください、あ、でもガッチリやん、あ、ええやん、ええやん、で、これロールアップもできるって書いてある、あ、それや、一回丸めて、おお。これ無理なく、うん、で、これなんかよく売ってるやつとかは結構8足入るとか6足入るとかいろんな商品結構あんねんけど、
4足ぐらいがちょうどいい。うちやったらな、3人家族で、うん、俺の靴入るんかな、28センチなんで入るな。それでママの今脱ぎたてのほであとなんかとなんか、まあ、息子の靴とちょっとした収納にもなるな、うんうん、靴だけじゃなくて上は靴にしてな。おお、いいやん。あ、ほんでしかも上と分かれてるわ。何が砂落ちることないな、この1個でめっちゃ砂ついてる。あ、メッシュじゃないねや。あ、ほん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 、これ洗えるんかな。この生地的に多分洗えそうやな、防水的な感じで。ついでにちょっと子供の靴も持ってきました。で、子供の靴は ちっちゃいんでこんな感じで4足入れれるな。もう一個いけんちゃう、もう一個いけそうで、サンダル、夏やったらサンダルとあれとかな、結構いろいろ収納できて。こっちもなんか濡れていいっぽいから、うん、濡れた水着とかも。いや、水着はいい。はい、すみません。あ、閉めてみて。どんなんか。で、これちょうどこれつけてても。いけんの。うん、いける。前ちょっと被るかな思ったけど。え、下がいけんねや。全部閉めると。え？全部閉めれんねや。うん、全部し全部閉めれな。ここだけ閉めるってこと？そんないやらしいあれないやろ。お、すごいすごい。確かにいろんなボックスかもしれへんし、下も結構しっかりしてる。あ、いいやんいいやん。普通にこれがあったとしても違和感はないな。で、言うたら取り付けるの簡単やから、これがいつも邪魔やったら、なんかいる時だけコンパクトになるから、うん、俺の靴用に置いとくわ、これ。それってこっちにつけてみる。あ、そうやな、そっちで一回ちょっとつけてみる。まあ、ここにつけた感じはこんな感じです。うん、オッケー。簡単、これもね、フィットする。あー、いつも靴、僕靴乗っとったっけ言うて、パッてここ見たらブワーって8個ぐらいたまになってることがあって靴乗ってるかなって不安になって、いつもなんか家の靴をクロックスで家出て靴持って入るみたいな。はい、すいません。で、それがあったらそれ丸ごと行ったらいいってことやろ。めっちゃええで、だってこんだけ伸ばせんねんね。そんな伸ばすことないやろて。そんな怒らんやあるか。待って、でもそれあれじゃない、靴じゃなく普通の収納的なあれでもいけんじゃない。なんか俺ら今後ろに収納欲しい、うんうん、それもありな。あ、だ、靴で使用せえへんかったら車中泊グッズ、そこもう一個あったらな、靴用と。ほんまやな。あ、もう靴入れて持ってるのか。そういう使い方もありや。いいね、こんな感じです。いいわいいわ。で、ここやったら S 字でもいいな。お前ら S 字でもハンガーでも結束バンドで強くでもハンガーでもいける、うん、いいしか言ってないけど、なんかこれな、ここの奥にメッシュがあるね。うん、ここはちっちゃいの家の。分かった、匂いやるやつとか入れたいじゃん。何？メッシュ。メッシュバーね、この奥に。ちょっとちっちゃい。あ、ほんまや。ここに匂いのやつとか。ああ。入れといて。消臭？そう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 。炭とか。そんなあるんやったら、もっと物置として使えそうやけどな。ランタンと、ちょっとした。いや、もう靴入れたから無理やけど。物置用で1個な、靴持ってる人はありかもな、
見えたもんだって。それそのまま持って行ったらもう車中泊できますみたいなセットそこで用意しといたらさ、いつもバラバラでここに。重たさはどうかしてない、重いけどな、俺の28センチやから。でもランタンよりは軽いんだ。ランタン軽いよ、うん、はい、ほんであとですね、この2列目後部座席のシートの後ろにもちょうどの大きさで付けれるという。だからこう見た感じどこにも何もないけど、この見えない部分に行ける。だから前でこう邪魔にならんとここにもつけれるっていう。ベッドキットこれ一番上に上げてるんですけど、それでもまあちょうどぐらい、まあ、ちょうどちょっとあれやけど、でも靴入れたらドシってなるから、うん、いい感じ、ちょうどぐらいな、うん、ほぼちょうど。ここでも道具を入れれますっていう感じ。うんうん、いいね。 OK、 はい、なんかかっこいいな、FRJ、 FJ クルーザー的な。うん、黒しかない。で値段が今のところ6980円。まあでもそれなりの作りしてる、うんうん、結構綺麗というか。ここになんか板張ってるし、安かった。ああ、そういうことね。あ、持つ用のとこかこれ。あ、そうか、もしかしたらそれでハンガーが入ってます。うん、持ちやすかったもん。いいですね。着も柔らかい。うん。大事。確かにな。もういいね。ほんでロールアップね。うん、ロールアップもなんかこの肩ちょっと硬いな、これ、うん、この生地やから。やりやすい。真ん中だけ持ってても丸めれて結構。ああ。ノースフェイスのあのリュックの生地に似てるな。ああ、確かに。なんていうか分からへんけど。雨いけます。俺言ったやん、それ最初に。お、まあこんな商品です。で、まあこれ新しいみたいなんで、結構この4足でこの形っていうのは僕自体 Amazon とか調べてみたんですけど、そこまでない。でマルチでいろんな入れれますよみたいなのは結構あってんけど、この感じは、うん、なかった。こんそんなある？たまにこういうとこ出ます。皆さんお気づきと思いますが、はい、まとめられていい感じやな。これはちょっとヘビーローテーションさせていただきます。もう一個欲しい、うん、もう一個欲しいとかやめて。あ、欲しいな、こういう。確かに、でもほんまにちょっと荷物として考えてみよう一回な。ついママの顔2個分ぐらいかな、横。私の手とこんだけぐらい。いや、それあの概要欄にリンク貼ってるんで、センチとかは多分わかると思います。はい、まあ、こんな感じの商品レビューでした。はい、うん、いいよね。OK、うん、はい。最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。コメント嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。これなかなかおすすめできる商品なんで、ぜひ、概要欄からチェックお願いします。